袖なんですけど。じゃだるまありがとう。紅茶なのかなこれ、かわいいギフト。ありがとうございます。ただいま。公園、そうなんですよ、今日は山口まで行ってました。公園、花だれ公園にそう出演させていただきました。こま、ありがとう、ありがとう。そう、あのひなさんの卒業公演、3月のね、みつさんの卒業公演ぶりに花だれ公演を出演させてもらったんですけど、山口県のライジングホールってとこでね。いやー、あの会場私結構好きなんですけど。楽しかったです、公演ありがとうございました。公園空いてたね。I love you、 ありがとう。あのおきちゃんとの2人の公演、 Your My Special はやってたんですけど、公演自体がまあ少ないって、少なくってもそう やってなかった、出てなかったですね。そうですね、久しぶりに、いやありがとうございました。なんかここ最近コンサートがずっとあってて、ひなさん卒業コンサート、ドラさんのあのおきちゃんの最後の卒業コンサートで、7周年ツアーとコンサート続きだったんですけど、まあ、コンサートってなると時間が長いじゃないですか、結構な曲数で結構な時間なんですけど、なんか公演がちょっと短く感じてすごい、あれもうちょっとみたいな気持ちになりましたね。ごめんして、ありがとう。早かったのか、終わるのか、あっという間。メイク、今日はねメイクして、今日はねもう本当にシンプルなストレートおろしです、髪の毛が。そう、そしたらお母さんがあの DMM で見ててさ、あんたストレートいいねって。いつも巻き髪見てたけどストレートいいねって褒めてくれました。そうなんで、ポニテの歌声渋い、ポニテのあ難しいよね。いつもどういう声で歌っていくから、ストレートいい、ま、ありがとう。5月もよろしく、5月もよろしく、5月始まったよ、なんてこっただね。5月始まりました、ひー、今日水曜日だったのか。あ、フラワーフェスティバルに出演させていただきます、5月4日。はい、今年も出演させていただいて、出演できるということで嬉しい。5月の目標は難しい、5月の目標、まあ、5月は結構本当にたくさん移動が多かったり、あとはまあハードな日が何日か結構あるので、体調崩さない。初歩的なこと、本当にマジでね、ちょっと移動疲れしちゃうんですね。はい、ありがとうございます。そうなんですよね、体調崩しがちなので、ツアーもいっぱいあるので
ゴールデンウィークだよ。 MV？ あ、アルバムリード曲の、いつでしょうね。でも何気に6月5日発売だからもう1ヶ月ぐらいなんですよ発売は。そう、ご飯あったばありがとう。中年の兵庫で聞いたけどめっちゃ最高、嬉しい、ありがとうございます。ホールもありがとう。いや、ありがとうございますね。ちょっといろいろと頑張らないとですね。寝てるか、寝てるよ。ご飯もめっちゃ食べてるよ本当に。でも最近はあの規則正しくしたくってだからご飯とかもあの多分前よりも全然ラーメン食べてないよ。ラーメン好きだけど本当にもうあの画面見ながらもうよだれ垂らしてうわーいいなって思うけどあんま食べてない。この間ご褒美でラーメン食べたぐらい。本当にそもそもあんまり外食もそんなしてない。なんかラーメンの動画を一回見てしまったら関連にラーメンばっかり出てきちゃってなんか自然ともうラーメンばっかり見てしまうようになって、で行きたいラーメン屋さんは増える一方そうちょっと我慢してる。何系か、二郎が食べたいけど家系も食べたい。落ち着いたら食べに行こう。イケちゃんと、え、なんかイケちゃんあれ禁麺してるって言ってたからなんか禁止の麺と書いて禁麺、なんか麺禁止してるんすみたいな感じだったからいつまでしてるか分かんないけど。ありがとう。いけちゃん、そう、麺禁止そうなんですよ。パスタもうどんも、そうなのかな。いや、ラーメンが禁止なだけなのかな、わかんないけど。うん。マイキューできなさそう。でもうどんとかも好きだからな。むずいかもしんない。ストレスたまりそう。ストレスがないのが一番ですよ。ありがとう。でもお腹が空いたら寝たらいいと思います。
なんか、ね、寝たらお腹空いたとか考えないじゃないですか。だからお腹が空きそうだったら寝たらいいと思います。確かになんかお腹が空いて眠れない時もあるけど、なんか好きそうだったら寝る。ありがとう。空いて目が覚めないか、それはないな。睡眠欲が勝つから。マイキュー歌唱力何歌うの？マイキューさー、なんかあんまり歌に触れてこなかった人生なんですよ。でなんかこの歌歌おうとかいうのもなかったし、今までだから知らない歌がいっぱいあるんですよ本当に。なんかアイドルじゃなくってアイドル系じゃない歌とかで全然知らない曲がいっぱいあって、でなんかいつも歌唱力でリストをもらうんですよ。なんかこう歌唱力歌リストみたいなのもらっていっぱいバーって書いてあるんですけど、結構なこう選曲できるぐらいのもいっぱいあるんですよ。でなんかどれがいいかなと思うんですけど、名前から見てもこの曲あーこうだな、あーこの曲簡単かな、歌いやすいかなとか、そういうのも一個もわからんくて、でなんか本当に決められなくて、リストは見たんですけどちょっとまだ全然決めてなくって、知らない曲いっぱいなのよ。新しい曲ちょいちょい入ってたかな、でもいっぱいではないかも。確かになんかボイトレの先生に聞きに行こうかなって思いました。なんか私の声質とかに合う曲どれ、こんな中から何曲か教えてくださいとかいっぱい聞いた方が良さそう。いつも調べてるの、今まで歌ってたのは、まあ、でも知ってた曲とかも多いかなとか、聞いてみて決めたりとかしてたけど、難しい。自分に合ってると思う曲でもなんかゆっくりな曲がいいかな。私あのリズムが速い曲はすごく苦手なんですよ。なんかあと難しいリズムの曲とかすごい苦手なんで、なんかゆっくりな感じの曲がいいなと。X 好きなのに、いやまあそうですよね。弱虫毛虫なんかさ、私そう沖前公園で弱虫毛虫歌ったんですけど、前にセットマイクで歌ってた夜風の仕業もなんですけど、なんかユキリンさんの曲なんかめちゃくちゃ自分に、なんかちょっとおこがましいんですけど、自分の声的になんかすごいもう歌いやすくって、自分がね、そうなんか合ってる気がするんですよ。本当にすみませんこんなこと言ってしまって。そうなんかそう好きなんですよね。卒業しちゃいましたね、昨日だったっけ卒業公演ね。そうだよね、カラオケ歌っていいよ、いつでも歌うよ。なんでも
愛の重さが入ったら嬉しいな。ありがとう。気にしすぎない方がいい。そうですよね。ありがとう。まあでも歌唱力は48グループ以外の楽曲なので、基本てかアイドル以外の楽曲なので、そうですね。毛虫聞きたい。毛虫入ってるんですかね、弱虫毛虫。ちょっと待って。入ってるわ。ありがとうだよ。え、ちょっとね、ごめんごめんごめん。え、どこだ。あ、アルフォートさん、ありがとうございます。ごめん、歌の見よった。ありがとう。またわ、金ピカ。ちょっとタワーのお礼が全然できてない、ごめんね。ありがとう。ありがとう。またわ、インスタのはアーカイブに、アーカイブっていうかハイライトみたいなやつでした。やり方がわからんくてめっちゃ調べながらやったわ。ちょっと待って、今何分なの。39分。39分。ちょっとなら歌えそうよね。あー、どこだ、私のイヤホン全然使わんけんさ。あった、よいしょ。ヘッドホン、え、ヘッドホンで歌えるのかな。ヘッドホンで歌ってたらなんかちょっとあんまない光景だけど、ヘッドホンで歌えるのかな、わからん、やったことない。イヤホン、マイクついてんのかな。でもこれ、あの、あれもできるんだよ。あー、聞こえますか。なんかヘッドホンで歌ってたらなんかこういう感じ、こういう感じじゃない。聞こえる、あ、聞こえるんだ。こ、あの、声質じゃないや、なんかあれ変わりましたか。そこつけただけでつながるの、すごくない。だからめっちゃいい。どう？あ、あ、あ、ちょっとさ、なんか、あれしてみよう。オーバーチャー流してみるわ。オーバーチャーどこ？ちょっと待って。オーバーチャー、あった。
何のマイクで、ね、どこにあるんだろうね。全然わかんないね。遅れて聞こえる。これちょっとね、遅れますね。ラグがすごいや。喋ってからの、こうなんか、あれみたい。ドームで反響あるみたいな。自分が喋って、こうなんか遅れて聞こえてきて、なんか、広いコンサート会場でやってるような感覚になったわ。歌いづらいわ、これは。若干遅れるね。これは厳しいです。弱虫歌ってみる。うわっ、なんかちょっと痛っ。腰が痛かった。よいしょ。終わる頃微笑んで
沖合公園思い出します。そうですね、この後に沖ちゃんが来て、あの僕だけのバリューが始まるのキャーじゃーんじゃーんじゃ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 ん3秒。
バリュー、僕だけのバリューでした。なんかありがとう。いい時間になった。これは53分だ。もう終わっちゃうね。大好きになった、超いい曲。この曲を踊るさ、ユイリーさんがめっちゃ好きでさ、本当に何回も何回も見た。マジで好きなんだよね。なんか表現の仕方っていうか、なんかダンスもだし表情もだし、なんか全部が本当に一個もなんか隙がなくって、マジでなんかユイリーさんだけの表現みたいなのがあって、こりゃ誰にも出せんオーラやみたいな。もうなめっちゃ見た。マジで可愛いし可愛い。そうなの。ユイリーさんかわいい。ユイリーさん。なんかの曲でユイリーさんのり映ってる瞬間ってあったの。私あれも好きなの。永遠より続くように、あの入ってないんだけど、沖前公園には。あれもあのあれもめっちゃユイリーさんの踊り方ずっと見てた。あれはいいですね。マジであれは何回もめっちゃ見た。もうずっと見て、かわいい、この踊り方もう好きってなってめっちゃ見てた。もうユイリーが好き。そう、ユイリーさんが好き。かわいいよね。ほんとにかわいいよね。話したいけどもう話し方忘れました。どうやって話してたか覚えてない。覚えてないです。痛いですね。じゃあ、ありがとう。お久しぶりですって。いや、会う時があったらいいんですけどね。会いたいな。握手しに行けばいい。え、でも握手会始まって、そうだよね、なんかさ、 AKB さん、そうだよね、握手会、そっか、行けばいいのか。私も握手したかったら握手の列に並べばいいのか。そうだよな、そうだ。本当にそうですね。並べって言われた。はいはいはい。ユイリーちゃんのレッスンは最高ですよって。なのに、私もレッスンもらいたい。レッスンもらいたくなってきたわ。58分だよって言われた。誕生日ます、カズピースさん。ちょっと待って、マクアラモンさん、福ちゃん丸さん、ゴールドシップさん、
ちなぺこさん、東京のスワンさん、アルフォートさん、シーサーさん、福太郎さん、50代独身さん、ピロミンさん、あ、なんか生まった、ピロミンさん、トールさん、くまねママさん、ありがとうございます。ゴールデンウィーク後半、え、あと1日？そうなの？待って、今日は、あ、じゃあ明日は木曜日です。え、待って、金曜日は何なの？平日じゃないの？おやすみなさい。おやすみ、また明日。祝日だマジかおやすみそっか、おやすみ。じゃああと一日頑張ろう。おやおや、またね、またね。